人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちとファミコンと40代プレイということですね。今回プレイするソフトはワープマンになります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。このゲームはですね、ナムコから発売されました、一画面アクションゲームなんですけども、名前の通りね、いろいろこういろんな面を旅しながらやっていくゲームなんで、ちょっとこう結構スピーディーというかね、こういう感じ、すごい敵もすごいバンバン出てきますね。基本的にこうやって B ボタン A ボタンで弾を打っていくんですけど、ただこれもね、面が変わっていくとですね、いろいろ変わっていくんですよね、実は。で、これを今の武器取ると、実はワープできるんですね、これね。ちょっと時間が過ぎちゃったんで終わりましたけども。でもインベーダー方式でね、外枠から順々敵が進んでいって、一定と歩くと内側に入っていくっていうね。You win! ゲームになってます。次ワープしますからね、次は。危ない危ない。もうけど2面かすでに結構早いな。多分上に出てるE とか A とか出るの、あれはね、確かエクストラになると思うんですよね。全部集めたら一気増えたら気がするんで、まあ、その辺もやりながら思い出したいと思います。あ、もう覚えてないです。これ取るとワープします。で、これね、この面になるとね、武器が変わるんですよね、この、次元爆弾に。なぜか。これ今のよくわかんないですけど、これはもう本当に。これの方が強いじゃんと思うんですけどね、完全に。ゴーゴー。結構頭いいんですよね、こう敵さんたちね。あんまりこう、思ったように当たってくれないっていうね、この、あた！あ、死んだ！もう。よし。で、これ取るとまた戻ります。戻りたかった。ドンマイ。あのマーク取るとね、また元に戻るんですよ、本当は。最初の方の、感じの面に戻るんですけど。このゲーム、持ってはなかったんですけどもね、知り合いの家に、近所の、まあ、お兄ちゃんというかね、ちょっと年が離れた友達の家にありまして、その家でちょいやったんですけどもね、なかなかこう、容量がつかめなくて、取れた。これね、今取ったこれで、この穴を開けると、ここに入ると元に戻れます。で、一定時間だけなぜかこう、武器がこの爆発する武器を使えるっていうね。この武器すごい強いんですわ。ずっとこれだったらいいのになと思うんですけどね、そうはいかないのがこのゲーム。ね、よし、やったぜ。まあ陰影これが続くだけなんでね、まあちょっと確かに、まあ単純じゃ単純なんですけどもね、このゲーム。止まるんだこいつ。そうだ、忘れた、止まるついた。こういや、そうそう、しかも止まったとか死なないですよねこいつね。だから、どっちの面がいいかっていうと、まあ、どっちでもいいですけどね。飽きてやってて思うのは。やった！消えたー。はい、増えましたー。まあ、一番いいのは、だから、この面をクリアして、このね、次元爆弾みたいなのを放てるタイプになる武器の方が一番いいんですけど。あ、死んだ！あー、そうか。結構爆弾をね、忘れちゃうんですよね。爆弾の有効範囲を。あ、死んだ。これが、これ結構難しいんだよ。ダメか。やっぱりこれ取って、確実に、あそこ、ワープゾーン開けて元に戻っていくのが、これでやっぱり、クリアするのが一番無難ですかね。
よし、やった。ふぅ。3万手いけるかな。どうだろう。あんまけど、このゲームこうやって今やってますけど、あんまりね、先はいけた記憶ないんですね。いいと、今やってる面までもいけた記憶があんまないんで。こいつは特にね、この動いてた時は無敵ですから、なぜか。どういう仕組みだよって思うんですけど、本当に。この敵は。なんで起きてなかったら、食らわれるのかって感じですけどね。あ、死んだ。あー、終わっちゃったー。3までかかった、もう。はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。ワープマン、いかがだったでしょうか。まあ本当にね、単純明快な、こうね、疑似宇宙でのアクションみたいな感じのゲームなんですけども、なんでしょうね、けど結構持ってる人もちょこちょこいましたね、このゲームね。やっぱり名前でしょうね、ワープできるっていうところに惹かれてっていう感じなんですけども、ちょっとやっぱりね、癖がありますよね、ゲーム性に。違う面とかにね、こうパンパンパン、移動していけるっていうのはすごい面白いんですけども、ただそのね、使う武器がね、次元爆弾に変わったりとかっていうところが、なかなか、こう、実際頃の自分からすると、なかなか慣れなかったですね。まあ、ナムコにしてはちょっと、普通の作品になっちゃったなっていうところが残念なところでした。はい。ということでね、またファミコンソフトに関しましてもね、様々な、タイトルをプレイしながら、まあ、ファミコンに関してはね、思い出を語ったりしますんで、よろしければコメントといただけますと嬉しいです。コメントがね、ちょっと苦手だなっていう方は、高評価、グッドボタンを押していただけますと、活動の励みになりますので、チャンネル登録も合わせて、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルでは、コメントや高評価、チャンネル登録など、首を長くしてお待ち申し上げております。